Hey guys, I'm Arisa Nanase. Thank you for watching my videos. どうも、ナナセアリサです。いつも動画を見ていただいてありがとうございます。ずっと気になってたフィットビットっていうウェアラブルが届いたので、ちょっとそれをみんなと一緒に見ていこうと思います。今、いろんなウェアラブル出てると思うんですけど、時計をね、買うよりも、なんかウェアラブル的なものをこうつけたいなってずっと思ってて、であと最近よくみんなにも言ってるけど運動とかもしてるので、その辺のね、なんかこう計測できるものがあったらいいなって思ったんですよ。で実はこのフィットビットっていうのを私はアプリで知って、フィットスターとかっていうトレーニングアプリも無料であって、それやってたりとかもするんですけど、ただちょっとね、このウェアラブルかっこよすぎて気になってたんですよ。で今日ね、なんとこのフィットビットチャージ2とフィットビットフレックス2をちょっとみんなで見ていこうと思います。まず先にこのフィットビットフレックス2を見ていこうと思います。これ結構新しい、11月25日日本発売なんですけど、でこれ可愛いのが、箱もまた可愛いんですけど、こんな感じで入ってますね。で、これ説明書みたいな、とちっちゃい、ほら可愛い入れ物がいちいち可愛いですね。セーフティーガイドみたいなね、保証書的なやつですね。で、あとここにね、一応2個入ってて、こっちが S って書いてあったからちっちゃいサイズかなと思って、私こっち使おうかなと思います。で、あとチャージャーも入ってますね。ね、びっくりしたのが、これで充電できるみたいです。で、この刺したら、ここボタンがあって、ここピッと押すと、今ちょっとね、充電さっきしてたんですけど、ここで見てこれ、めっちゃちっちゃくない？すごい感激。なんかハイチュウみたいな、こんな感じになってて、ここにうまいことこうやって差し込めるんでしょ。すごいね、これ手触りなんか結構ゴムでつけやすそうな感じです。そして私、このラベンダー可愛くないですか？てか服とすごい今日マッチしてたんですけど、何だっけ、色がね可愛い時もね、こんな感じで、でちゃんと長さも調節できるので、あ、止まった。さっきチャージしてて、だいたいね5日間ぐらい持つそうですね。いいですね、5日間持つんだ。なんと水泳もできるみたい。だから水に濡らしても一応防水らしいです。すごい、ほら光るでしょ。で今これまだ1なんだけど、1日にの目標が5なんだって。でそこにどれぐらい追いついたかがこうライトに光って教えてくれる。なんか今日まだね全然運動してないですよみたいな。携帯スマホと連動してるので、アプリで例えばメールが届いたりとか電話が鳴るとここブルブルって震えて、でなんかライトが光ったりとかするんですよ。もう非常に軽いし、あとこれ睡眠トラッカーもついてるので、あと目覚まし代わりにもなるんですよ。こうブルブルって震えて朝起こしてくれるんですけど、正直腕につけたまま寝るのってどうなんだろうと思ってたんですよ。というかこう私こういうリストバンドとかさ、パワーストーンとかよくほらいろいろ持ってるんだけどさ、でこうつけてるんだけど日常的に。ただ夜寝るときとかさ、家帰ったらもうすぐ外したい派みたいな感じなんですよ。だから正直寝るときとかどうなんだろうって思ってたんですけど、全然違和感ないし肩こんないですね。意外とこれ軽いし、このなんだろう、ゴムっぽい感じだからいいのかな。全然で、おしゃれで、このリストバンド、フィットビットフレックス2のいいなって思ったのが、なんかリストがいろんな種類があって、これ変えれるみたいですね。てかおしゃれじゃない？てか軽い、これすげえ。続いてフィットビットチャージ2の方の紹介しますね。これもですね、ベルトの色変えれるみたいなんですよ。いろいろ時計も金属とかじゃないから意外とつけやすかった。なんか重くないし、こうやってやればいいか。でこれなんかここで時計の画面が出てここタップするんですよ。かっこよくない？ちょっとあと、心拍数が測れるのがすげえ。であとどれぐらい歩いたかと、あと階段の回数もなぜか把握してるっていうね。であとここを横のボタンを押すと心拍数、そして日本語対応してんだよねこれね。であとここでね、ランニングするときはここで長押しすると今からランニングしますみたいな感じで、多分はいランニング開始みたいな感じね。ちょっと今やってないからなんだけど、あ、心拍数も出るんだ、すごい。ちょっと走りたいな。あ、ペースも出るんだ。あ、長押しで止まった、ナイスとかって言って全然走ってないんですけど、すいません。でランニング以外にも、例えば
リフティングこう持ち上げるやつとか、トレッドミルがね、なんだっけ、あのあれだよね、器具使うやつだね。あとワークアウト、クロストレーナー、あと自転車、私自転車結構乗るからね、これで測れるんだと思って、インターバルトレーニング。そうで、その他にもストップウォッチの機能があったりとかでね、すごいなと思ったのは、これリラックスの機能、2分と5分と選べるらしくて、ちょっと2分でやってみると、流してブルッと引いて、じっとして、ゆっくり深呼吸で、これのなんかハートのところがこうブワーってなると、息を吸って吐いてみたいな。でこの下のやつ、初め何か分かんなかったんですよ、私何だろうと思ったら、あのあれ、呼吸したのを測ってくれる。だから息を吸うと、ほら吐くと、ほら私が吸うとこう上になって、吐くとこうなるみたいな。吸って吐いてやってくれて、瞑想とか私よくするからね、いいのかなと思って、あ、終わる。あの目覚まし、要はさっきちょっと言ってたんだけど、朝起きるときにセットしとくと、振動でブルブルブルって言って起こしてくれて、で、あの長押ししてここで止めることもできるんだけど、50歩歩かないとまたスヌーズレになるように設定ができるらしいんですよ。だからもう強制的に朝起きなきゃいけないから、もう こんなんで眠いけど50歩歩くみたいなね、すごいいいなと思って。そしてフィットビットのアプリがあって、これあの携帯に入れて連携して、あのこのウェアラブル持ってなくてもアプリだけでも使えるからね、非常に、まず皆さんアプリで試してみて、ウェアラブル欲しいなと思ったらね、つけるのがいいのかなと思うんだけど、私実はこれずっとウェアラブル届く前からずっと使ってたんですよ。で、あのこれフィットスターっていうなんかトレーニングアプリがあって、それも今度また動画でちょっとやろうかなと思ってるんですけど、5日間中、私週5でトレーニングするのを目標にしてて、今3日間達成してますよとか、歩数とかも出るんだけど、あと何キロ歩いたかとか、カロリー消費とかで、携帯だけのアプリだけだった時はこの辺までだったんだけど、ほらこの睡眠とかをちゃんと記録してくれるのがすごくない？ちょっとびっくりしたよこれで、なんかね、ほら睡眠状態、8時間ぐらい寝てますね。でなんか寝た時間、起きた時間、目覚めた回数、寝返りの回数、寝返り16回数飛んだ、すごい面白い、寝返り16回もしてるそうです。でなんかここで寝返りを繰り返してるんだ、すごいね。あ、でここでちょっと目覚めましたみたいな、そう1回目覚めたんだよね。てかその前はね、すごいこう寝てるね、よく寝れてますね、面白っていう風に睡眠もね記録してくれるし、これ非常にありがたい、これありがたい。今まであのアプリ、別のアプリ使って睡眠記録してたんだけど、これ面白いし楽。あと心拍数でしょ、あれ止まったら私生きてるよね、あすごい、あ心拍数の有酸素温度とか、あ脂肪燃焼してる時間とか出てくるんだ、へえ、すごい、あ安静時で58なんだ、へえ、とかね、あ体重バレた、はい、で運動、あ8時間中2回運動しましたよとかね、なんか出るんだよね。でこの食べ物とか飲み物もね、一応記録することはできるみたいなんだけど、私はそれはちょっと面倒くさいからできなくて、お互いの彼氏彼女はさ、どこ行ったのか何してるのかとか、こうフィットビットを食べれば全部分かっちゃうねこれね。あと文字の番も変えれるので、文字の番とか言っちゃった。私これもうこの定番のこれがいいんだけど、例えば、あでもちょっとこれにしてみようか、おしゃれなね、同期したのでちょっと見てみましょう。おすごい、ほら変わってる、あなんか普通の時計みたい、いやすごい新鮮、なんか今までなんだこうウェアラブルの時計持ったことなかったから、なんかかっこいいわ。ヒットしたらどれぐらい何分やったかとか、カロリーどれぐらい消費したか、あとウォーキングした、すごい全部こうやってね記録されてるんだ、へーすごいですねこれは。はい、というわけでこちらの最新のフィットビット、チャージ2とフレックス2ですね、ちょっと比べてみたんですけれども、いや私本当に初めてでこういうウェアラブルが、
率直に言いますと人生のパートナーみたいな感じですね。でなんでこういうウェアラブルに興味を持ったのかっていうと、そもそもこう勉強する上で、まあ、勉強でもお仕事でもそうなんですけど、やっぱりいい睡眠といい運動っていうのは必要っていうのを、よくいろんな本とかね、いろんな人が言ってて、で私もちょっと最近トレーニングを筋トレしたりとかしてるよっていうふうにつぶやいてるんですけど、あと睡眠もですね、やっぱりね、こうなかなか深い睡眠に慣れなかったりすると、起きてから目が覚めてからさあ一日のスタートっていう時なのにちょっとだるかったりとかっていうのがあるんですよ。でこの年でそんな状態になってたらまずいなって思って、将来そのね、まあ、おばあちゃんとかも一緒にね住んでたので、まあ見てると本当にこの年で健康管理とかをしっかりしとかないと後々すごい大変になるなと思って、だから今運動とか睡眠ってすごい大事なんですね。でアメリカ行くと結構みんな外国人の人ってジョギングしてたりとか結構ジムに行ったりとかそういうの気使ってるんですけど、日本だとあんまりなんだろう、まあ行く人は行くんだけどダイエットしてる人が行くみたいな感じがあるじゃないですか。もうそうじゃなくて自己管理をしっかりするっていうのがいかに大事かっていうのはもうすごい痛感してるんですね。仕事だとか勉強とかのよりこうパフォーマンスが向上しますので、だからぜひ皆さんもその、まあ、ウェアラブルとかに限らず、運動と睡眠は勉強するのと同じぐらい大事にしてほしいんですけれども、このフィットビット、まあ、ウェアラブル自体私初めて でフィットビットも他のシリーズ持ってないんで分からなかったんですけど、このチャージ2とフェイクス2どっちがどういう人に向いてるかっていう、まあ、私の感想なんですけど、なんだろう、こっちのねフィットビットフレックス2っていうのはすごいデザイン可愛いし軽いし、であと防水なので水泳をする人だったらこっちおすすめです。であとなんだろう、ちょっとファッション的な感じでなんかよく流行ってたじゃん、リストバンドみたいな、一応 YouTube のリストバンドもあるんですけど、ほらこれ I am YouTuber っていうリストバンドなんですけど、こういうなんかそのリストバンド感覚でつけれるのはこっちですね。まあ防水なのがいいですよね。なので運動をよくする人、とりあえずめっちゃ動くとかボクシングしたりとかするっていう人はこれつけてると、ボクシングなんかしてたらね壊れたら大変なのでこっちおすすめです。だからよく運動する人はフィットビットフレックス2がいいんじゃないかなと思います。で、そうじゃない人、まあ、普通の人っていうのかな、私みたいに日常的にまあ、筋トレとかその家でできるような運動ぐらいのレベルの人はフィットビットチャージ2こう画面で出てくるので面白いかなと思います。なんかね、こうね、初めてスマホを手にした時と同じような気分になりますね。自動的にその心拍数が測れるのがよくて、なんか心拍数ってやっぱりね、心拍数がここで測れる時計ってそもそもそんなにないじゃないですか。だからすごいそれが嬉しいかな。あと、すごいのが両方とも言えるんですけど、じゃあ1時間に1回ですね、お知らせしてくれて、さあ運動の時間ですみたいな、ちょっと休憩を入れましょうみたいな感じでできるんですよ。でそれも設定でこうオンとかオフとか何時から何時の間とかっていう風に設定できて、で私まあ、そのまんまの朝9時から夜6時までの間1時間に1回ブルってなって教えてくれるんですけど、これ非常に良くて、私がやっぱりねなんかパソコンやってたりとか勉強してたりするともうひたすらずっと座りっぱで集中しちゃうともう忘れちゃうので、なんだろう、立つのを忘れてしまって肩凝ったりとかさ血行が悪くなったりとかするんですけど、1時間に1回こうブルッと教えてくれるから、あ動かなきゃと思ってちょっと歩いたりとかするんですよ。本読む時とか勉強する時もできればずっと座りっぱじゃなくてちょっと立って運動したりとかっていうのがいいらしいんですね。血行が良くなるから頭の巡りも良くなって回転も良くなっていいアイデア浮かんできたりとか覚えやすくなったりとかしますので、右手こっち左手に今つけて生活してるのが最近好きで、そうすると振動が来るときにブルって触れるんですよ両方。いやこれ面白い、なんかね電気ショック与えられてるみたいな感じなんですけどブルってなって、それが本当に面白くて、で友達にちょっとつけてみるとかって言ってなるちょっと前に渡してこうつけてたりとかするんですけど、朝起きるときがね面白いよこれ。今まで音で起きるのあんまり好きじゃなくて、本当は光で起きるのがいいらしいんですよ。でもこれ音じゃなくてブルっていう振動で起こしてくれるから、なんかちょっとびっくりして、新しい目覚めの仕方、なんかね
やっぱ同じルーティンとか同じ目覚ましの音とか同じ起き方をしてるとちょっと人間に慣れてくるじゃないですか。今ちょっと非常にだからこの朝両手がブルブル震えて目が覚めるっていうのがすごく新鮮で、いや面白いですね。その心拍数が上がってるなとか、ほら脂肪燃焼とかっていう風に出るんですけど、そういう風に今多分ねちょっとこう興奮して喋っているから、早口で喋ってるから心拍数が上がってますね。ほら、あ、脂肪燃焼の心拍数がどんどん上がってって100ぐらいまでいって、脂肪燃焼の域に今達してたんですけれども、面白いですね。例えばストレスを力に変える方法とかっていうんですけど、自分がこうストレスを感じた時に自分の体がどう変化するかっていうのを客観的に見るのが大事ですよっていうような内容の本なんですけど、そういう時も例えばストレスを感じた時に心拍数がこう上がってたりとかするのをもう目で見てわかるんですよ。が今ちょっとアドレナリンが今出てるんだろうなとか、そういうのがわかるので非常にいいと思います。ぜひ皆さんこのフィットビットのアプリ無料なので、もうフィットビットのアプリとフィットスターっていうアプリはちょっとおすすめです。無料なので一回ちょっと撮ってみてください。で、ウェアラブルもチャージ2とフレックス2のことで、なんか聞きたいこととかあればぜひコメント欄お待ちしておりますという感じで、ちょっと最近はこれをずっと肌身離さずつけてるので、そんな感じで、このフィットビットチャージとフィットビットフレックス2の紹介でした。では、 See you。 更新情報が届くチャンネル登録はこちらのアイコンをタップもしくはクリックしてね。 Subscribe please。法人様限定で講演依頼も受付中、詳しくは説明欄にて。